はい、これビニールレジ袋、ね、黒トリュフ入ってますけれど、これ、種まきしたサボテンです。6月の24日に種まきして、これに入れてるっていうのは適度に遮光されて、日当たりのいいところだと温度も上がる、湿度も上がる、つまり発芽、サボテンの発芽の条件を整えるためにこのようにしてました。で早速開けてみます。これで、ほぼ発芽揃ってるのが分かると思います。まだ現状ですね、大きさは米粒ぐらいの大きさ、もうちょっと大きいかなぐらいなんですけれど、これからの管理としては引き続き先ほどほどく前と同じような状態に戻して日当たりのいいところに置いて、はい、で一通り発芽揃ったところで、まあ質問として肥料どうするんですかっていうのが多いんですけれど、種まきした土に若干の肥料分は今回は入ってます。ですけれど生育の具合を見てですね、薄い液体肥料、一般的なもの、それの標準の倍率よりもさらに倍にぐらいに薄めた3000倍4000倍くらいの液体肥料を、与えてあげる、月に2回ぐらいの頻度でよろしいかと思います。で上からやっちゃうと、まあ、非常に小さいサイズでデリケートですから動いちゃうっていうこともありますので、トレーとかバットに液体肥料を、入れて、でそこにそーっと沈めて土の深さよりも気持ち下ぐらいのところで、いわゆるそこから液体肥料を吸わせる腰水というやり方で、与えてやる方法をお勧めします。